おはようございます。今海に向かってます。といってもですね、一応仕事が絡んでまして、この間引き取ってきたアスクモーターサイクルのねシートが終わったんで、で今日は天気も良くて、でちょうどもうこの月末の仕事とロッドショー用の仕事、ホットロッドショー用の仕事がもう全部終わったんで、ちょっとね時間が取れそうなんで海入って、そんでまあ昼ぐらいに、今ね8時ぐらいなんですけど、昼ぐらいにアスクモーターサイクル行こうかなと思って。急にねめっきり冬ですわ。今日はまだウエットは5ミリなんですけど、多分まだ5ミリでもいけるかな。12月いっぱいぐらいね5ミリでも全然、去年はいけたんだけど、こちらどうなんですかね。これはちなみにアイパーのねスティンガータイプのロングボード久々なんで、もう波まあなくてもいいっすね。もうね海水浴でもいいや今日潮切れですわ、もう本当に、ね、そんなわけでね、海に、とりあえず海に行きます。意外とあるコスぐらいかな。今上がりました。よいしょ、9フィートの、ね、スティンガー、一応これでレジェンドベン・アイパシープです。安かったんだよな、中古だったけど。ロングスティンガー珍しいっすよね日本だと。僕ショートも持ってるんですけど、ショートもねスティンガーなんですよ。ショートはね 6.3 かな。いや全然体動かない。ではアスクモーターサイクルに行きます。おお、どうだい。おおアメリカのドラマの吹き替えの人じゃん。
おおかっこいい。おフレーム、フレーム色入ってる。おお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 YouTube に載せらんなくなる載せる載せるノーカットで載せるうわお今のノーカットで載せる。見たかいこれ大変なことになってるね。何このキャップすごいね。何こんなん初めて見たよ。秘宝だこれ。密輸かなこれは。これなんすか白いのなんすか。やっちゃったこれ。これあれ警察来るやつ。これ案件だね。事案だねこれは。事案だねこれは警察来るやつだ。これはこれあれだ。事案だ。やばい。こい。いやこの透明やったね。やりました。やっちゃったねこれ。これ何でやったのこれ。これはレジンです。レジンでこんなになるんだ。対ガソリン製のレジン。ああそうなんだ。まあ、対熱かはわかんないですけど、対ガソリンは。これで量産すればいいじゃん。っていう話がちょっと持ち上がっていますね。これいいね。FRP のフェンダーとかよりも、まあ、割と楽に作れる。そうだよね、うん、でこのヘッドライトも量産するとこれは無理ですねお金持ち仕様ですね。つけてます。おいなんかやべえとこにマグカップあんぞおいかっこいいじゃん。かっこいいよね。かっこいい。このやっぱ大きさがいい。ボーイズレーサーですね。ああ素晴らしい。じゃあシート見てみようか。そうだね。僕はなんでここに今までいるか、それが見たくて待っていたんですよ。何本当です。そうなんですよ。もうおっとこいつは請求書だねおっとこいつは請求書だねナレーションの仕事来るかもよ。本当かい。わーおー見てくれよ、ケイ。どうだい。メディカの通販番組だよね。本当にこれ、革じゃないんだ。革じゃない。革ですね。これはリアルレザーじゃないのかい。リアルレザーじゃないんだけど、すげえ貼りにくい、これ。すごい、この革みたいなのある。このレザー、めっちゃ貼りづらい。うちテレビないからね。やばいっすね、これ。すごい、やっぱ赤で良かったね。赤いいっすね。赤すげえいい。タンク乗せてみようか。いいよ、タンク乗せてみよう。俺あのモトクロスの耐久にみんなで出てたカードが。あ、あれまだ持ってたんすか。一人、あと2年ぐらいでいなくなるって言ったんでしょ。これこうやってさ、見てスルーするやつは多分あと2年の色って、この業界マジでいやーかっこいいなこのチェーンスライダー。めっちゃかっこいい。これサスペンションって普通ついてんだっけ。チェーンスライダーに。いやついてないですよ。ついてないよね、うん、いやー、うん、いやー美しいな。しかし